本音を言います。今皆さんのふるさとは若者が少なくなっています。できれば私たちに続く世代の皆さんが少しでも帰ってきてくれないとちょっと困る。どこかにふるさとに皆さんを待ち望んでいる人たちがいるということを皆さんの親御さんも本音を含めて、ぜひどこか考えてほしいと思います。